小鳥のお部屋、事件ファイル。川瀬駅前交番警察官射殺事件。2018年4月11日、滋賀県彦根市にある川瀬駅前交番で、現役警察官が上司の警察官を射殺するというおぞましい事件が発生。犯人の大西智弘は、現場の交番内で隊員所持している拳銃を使い、上司の警察官を射殺。その後、パトカーを使い、現場から逃走した。警察庁の見解によると、現役警察官が許可され所持していた拳銃で、同僚を射殺した事件は初めてとのことで、前代未聞の不祥事として、世間を震撼させる事件となった。事件の経緯。今回の犯人、大西智弘、当時19歳は、2017年4月に、警察官として採用され、2018年1月29日、滋賀県彦根警察署に配属。その後の3月26日に、事件現場である、川瀬駅前交番に配属された。井本さんが大西の教育係を務めており、大西は、井本さんと共に、2018年4月2日、5日、8日、そして犯行当日の11日の、合わせて4回、一緒に交番勤務をし、書類の不正確な記載を訂正するよう指導されたり、パトカーで出動する際、行き方を調べてないことなど、叱責されたことから、怒りや鬱憤を募らせ、能力を否定され、自尊心を傷つけられたように感じたという。交番で二人と一緒に勤務していた、20歳代の男性警察官は、井本さんの生前の人柄について、書類指導は細かく厳しい人だったと話し、さらに大西については、パソコンが苦手だったが、元気で挨拶がしっかりしていたと語った。その上で、当時の二人の様子に関しては、大西は事件の9日前の2018年4月2日、書類作成をめぐり、井本さんから12回か13回訂正を求められた。修正は翌日未明の3時までかかり、大西は疲れていた様子だったが、理不尽な指導、暴言、暴力は一切なかったと証言。滋賀県警によれば、事件当日の2018年4月11日は、午前8時30分から、井本さんと大西の二人が交番勤務をしており、大西は井本さんと朝から現場に行き、交番に戻ると、井本さんから行方不明届の作成を指示されたが、できないと答えたことに、井本さんが叱責したという。これに腹を立てた大西は、2018年4月11日午後7時47分頃、パソコンで作業をしていた井本さんの背後から、井本さんの頭部や背部に向け、拳銃を2発発砲。その後、パトカーで逃走した。井本さんは、ほぼ即死だったという。交番付近を通りかかった女性の目撃証言によると、大西は犯行後、盗んだパトカーでコンビニに立ち寄り、店内に設置してあるコンビニ ATM で、現金50万円を引き出し、タバコ2箱とライター1個を購入した。その後、午後8時15分頃、滋賀県越郡愛荘町在住の住民から、パトカーが田んぼに突っ込んでいると、東近江警察に通報があり、駆けつけた東近江署の捜査員が確認したところ、パトカーは現場交番配備の車両であることが判明。連絡を受けた彦根署員が交番に向かったところ、交番内で井本さんが血を流して倒れているのを発見。119番通報した。その後、井本さんは彦根市内の病院に救急搬送されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。司法解剖の結果、死因は頭部を銃撃されたことによる脳幹部損傷により即死だったという。その後の滋賀県警の捜査で、井本さんの傷が銃のようなもので撃たれた痕跡に加え、同じ交番に勤務しているはずの大西が行方不明になっていたことから、大西が井本さんを射殺し、
その後逃走した可能性が高いと判断。殺人事件として本格的に捜査を開始。大西は身柄を確保される約15分前には自身の携帯電話で両親と会話をしていたという。大西は翌12日未明、愛荘町内の近江鉄道本線の線路上を制服姿で歩いていたところ、滋賀県警の捜査員に発見され、殺人容疑で逮捕された。この時大西は身柄を拘束されたが、抵抗することはなかったという。大西は逮捕された当時、現金約50万円が入った財布と携帯電話を所持していた。その後の取り調べで、大西が拳銃を田んぼに捨てたと供述したことを受け、滋賀県警は拳銃が第三者に拾われ悪用されたら危険と判断、警察官を大量投入し拳銃の捜索に当たった。その後午前7時に残り3発の実弾が装填された拳銃がベルト、手錠、警棒とともに滋賀県犬上郡と与里町内の田んぼに放棄されているのを発見。第三者の手に渡る前になんとか確保できた。拳銃にはもともと計5発の銃弾が装填されていたが、田んぼで発見した時には残りの銃弾が3発だったため、5発のうち2発が井本さんに向けて発砲されたと断定。大西は犯行後、交番の扉の窓をいずれも完全に施錠した上で逃亡しており、その後の取り調べで大西は井本さんから罵倒されたから撃ったと供述したが、交番内の防犯カメラ映像には大西が罵倒されるような映像は記録されていなかったという。また滋賀県警は12日の記者会見で2人の間にトラブルは確認されなかったと説明。その上で2018年4月18日付で大西容疑者を殺人容疑で大津地検に送致した。また大西が事件直後に ATM から出金限度額の50万円を引き出したことについて、滋賀県警は犯行は突発的なもので慌てて逃走資金を用意しようとしたのではないかと見ている。2018年4月23日滋賀県警は井本さんを事件当日の11日付で2階級特進により警部に昇任させたと発表した。大西智弘について、高校時代は野球部に所属、幼い頃から野球に打ち込み努力する真面目な好青年だったという。高校時代から将来は警察官になることを目指していた。野球の才能を見出していた高校の恩師からは、高校卒業後は大学に進学し野球を続けることを勧められたが、大西はそれを断り警察官を目指すため警察官採用試験を受けたという。その努力の結果採用試験に合格。その時高校の恩師や野球部の仲間たちと共に喜びを分かち合ったという。井本明さんについて、井本さんは真面目一筋な警察官で部下の指導は厳しかったという。しかしその真意は部下を立派な警察官に育てたいという強い意志があり、熱心な気持ちで満ち溢れていた。それらについて事件後の供述調書によると、複数の警察官が井本さんから厳しい教育を受けたが、その中でも元部下だった警察官の証言によると、何を言ってもそれは違うと否定され、最初は鬱陶しく感じていたが、教育が終わり最後の送別会で井本さんから、よう頑張ったな、これからも頑張れよと声をかけられ、その時初めて自分を育てるために厳しくしていたのだと感じ涙を流したという。また井本さんは大西について、あいつを育ててやらなあかんし、これからなんやわといつも語っていたことが元同僚の証言により明らかになっていた。しかしそんな井本さんの切実な思いが
大西に伝わることはなかった。事件を受けて、滋賀県警本部警務部長の武田和志警視正は、2018年4月12日に行われた記者会見で、警察官が貸与された拳銃を使用して、殺人事件を起こしたことは、極めて遺憾。職員については、捜査状況を踏まえ、厳正に対処すると陳謝した。また、警察庁の栗生俊一長官は、記者会見で、事件は極めて遺憾だ。滋賀県警の捜査結果を踏まえ、厳正に対処するとともに、規律高い組織の構築に努めたいと述べた。滋賀県警本部長、鎌田哲夫警視長は、2018年4月20日の定例記者会見で、滋賀県警トップとして、事件について初めて見解を示し、極めて遺憾。井本さんやその遺族はもとより、滋賀県民の皆様に、深くお詫び申し上げる。捜査、調査を進め、結果を踏まえ厳正に対処するとコメントした。また、事件発生以降は、彦根署、滋賀県警監察官室、警察学校に対し、拳銃は何のために与えられているのか。税金で働いているのに何をしている。若手の教育を徹底してほしいなど、抗議の電話が約640件寄せられた。裁判。大津地検は、2018年5月2日、殺人、銃砲等拳類所持等取締法違反の容疑で、大西を大津家裁に送致。大津家裁は、大西の監護措置と、少年審判開始を決定。滋賀県警は、大西を懲戒免職処分とした。大西は県警の取り調べに対し、動機に関して、井本さんから嫌がらせを受けていると感じたと供述。一方で、反省の念を述べ、いつか井本さんの遺族に直接謝罪したいとも述べた。大津家裁は、2018年5月24日、大西を刑事処分相当とし、大津地検に逆送致した。大津地検は、犯行様態、取り調べ状況、大津家裁の調査結果などから、刑事責任を問えると判断し、鑑定留置を行わず、2018年6月1日、大西を殺人、銃刀法違反の罪で、大津地裁に起訴した。大津地裁は、裁判員裁判により開かれる公判を控え、公判前整理手続きを実施。弁護側による精神鑑定の請求に応じ、大西被告の精神鑑定を実施した。2019年1月30日、大津地裁で初公判が開かれた。大西被告は、罪状認否について、起訴事実を全面的に認めた。検察側は冒頭陳述で、犯行までの経緯を明らかにした上で、井本さんの厳格な指導に、怒りを爆発させた末の犯行ではあるが、犯行後、交番を施錠したり、着ていた制服を捨てたりするなど、犯行発覚を遅らせる工作をしていたことから、責任能力に問題はなかったと主張。一方弁護側は、犯行当時は心神耗弱状態だった。現在の大西被告は、犯行を深く後悔、反省していると主張し、減刑を求めた。1月31日に開かれた第2回公判での被告人質問で、大西被告は、犯行時の心境、井本さんから犯行直前に、両親を侮辱されたことで、この人が死んだら楽になれる、撃ったら楽になれると考え、犯行に及び、躊躇、罪悪感は全くなかったと述べた。また、当時の状況について、井本さんから何度も書類の訂正を求められたことで、自分は警察官としての質が低いのではないのかと、落ち込んだと証言。その上で、大西被告は、犯行後は自殺しようと逃走したが、電話で父親に説得され、思いとどまったと供述。大西の母親は証人尋問で、逃走中の息子から電話で、ごめん、死ぬ。両親のことまで非難されて、どうにもならなかったと伝えられた。
息子とは日常的にやり取りしていたが、悩んでいることには気がつかなかったと証言。一方、検察側証人として出廷した同僚の警察官は、妹さんについて、書類作成は細かい人だったが、理不尽なことはなかった。多少声は大きいが、暴言もなく、仕事熱心な人だったと語った。2月1日に開かれた第3回公判では、証人尋問が行われ、大西の精神鑑定を実施した臨床心理士と、精神科医の2人が出廷。大西被告の犯行時の精神状態について、精神科医は、大西被告は妹さんからの、指導に対するストレスなどから、衝動を抑える能力が低下していたと証言した一方で、善悪の判断能力が失われていたかまでは分からず、反社会的な人格障害、幻覚、妄想は認められなかったとも証言した。また、臨床心理士は、大西被告は犯行当時、妹さんを撃ったら楽になれるとしか考えられない状態だったと証言する一方、物事の善悪を判断する能力はあったとも証言した。2月4日の論告休刑で、検察側は、犯行後、交番を施錠するなど、合理的な行動をとっていることから、完全責任能力が認められ、自己中心的な動機のため、人命を奪った犯行に、酌量の余地はないと指断。その上で、現職警察官が貸与された拳銃で、殺人をしたことは強い非難に値する。事件当時、未成年だったことも有利な事情にはならず、銃を使った殺人事案の中でも、重い量刑が課されるべきと主張し、大西被告に対し、懲役25年を求刑した。一方弁護側は最終弁論で、犯行当時、大西被告は適応障害で判断力が低下し、両親を侮辱されたことで、妹さんが死ねば楽になるとしか考えられない、意識狭窄状態になっていたと主張。また、犯行当時は19歳とは書く、自分の気持ちに折り合いをつけられず、犯行後は、自殺を考えるほど自責の念があったとし、大西被告の情状酌量を求めた。被害者参加制度を利用し、裁判に出廷した妹さんの妻が、夫が大西被告の両親を侮辱したことを前提に、裁判が続いている状態が辛い。大西被告に対しては、許せないの一言しかないと述べ、厳罰を求めた。大西被告は最終意見陳述で、本当に申し訳ないと述べ、被害者の妻に、その時初めて謝罪した。2019年2月8日、判決公判が行われ、大津地裁は、大西被告に懲役22年を言い渡した。判決で裁判長は、公の信託を受け、例外的に拳銃の携帯を許されている警察官が、社会を揺るがせる、不正な拳銃使用に及んだと非難。また、弁護側が主張した心神耗弱の主張に対して、防犯カメラの映像を確認すれば、攻撃を直ちにしておらず、警察官が拳銃を発射することの重大性を認識していることがわかり、適応障害などが犯行に強く影響したとの疑いを、組むべき事情ではないと指摘。その一方で、滋賀県警の新人警察官育成方法について、被害者が熱意を持って指導しても、その思いがうまく大西被告に伝わらず、大西被告が感情を鬱憤させ、犯行に至った側面もあるとして、再検討を促したほか、問題点として、未熟な警察官が、拳銃を携帯していることについて、異例の言及をした。判決後、裁判員3人が、大津地裁の記者会見で、警察官が警察官を射殺した本事件は、過去に比較できる事例がなく、非常に難しかったと感想を述べ、そのうち一人は、警官とはいえ、警察学校を10ヶ月で卒業したばかりの、未熟な少年に拳銃を持たせることは、正直どうなのかと思ったと、疑問を呈した。その後、弁護側も検察側も、
大阪高裁への控訴を断念したため、2019年2月23日付で、懲役22年の実刑判決が確定した。今回の事件は、お互いの思いのすれ違いにより、最悪な結末になってしまった事件だったと思います。大西のやったことは、決して許されることではありませんが、調書の中で、両親を侮辱されたという供述があり、もしそのことが本当なら、妹さんにも、何らかの落ち度はあったと思います。しかし、その供述は、大西のみの証言であり、他の同僚警察官や、元部下の警察官は、そのような暴言は、聞いたことがないといい、厳しいながらも、真心のある警察官だったとの証言もあるため、大西の勘違いだった可能性も、否定できない事案だと思いますし、真実は、二人にしかわからない性質上、何とも言えない事件だったと思います。近所の方の証言では、大西は真面目な好青年だったといい、真面目すぎて、空回りしてしまったことで、妹さんの熱心な教育も、悪い方向にとってしまったのかもしれません。令和の時代という性質上、何かとパワハラというキーワードが囁かれるため、今回の事件は、あたかも妹さんのパワハラが原因という説も、一部ネット界隈では囁かれていますが、正直、小鳥の個人的な意見としては、警察官や自衛隊という、日本の治安や国防を担う要職に就く人は、甘い教育をしてしまったら、いざという時、命を落としてしまう事態とも、常に隣り合わせです。そういった職業の性質上、部下の命を預かる立場として、上司は、部下に対して、より厳しく指導するという意図があります。実際、小鳥の知り合いの刑事さんのお話によると、凶悪事件を取り扱う性質上、犯人に部下が殺されることが一番辛い。だから、部下には厳しい指導をしてしまうと、本音をお話ししてくれたことがありました。しかし、最近では警察官でも、部下を指導するとき、厳しくするとパワハラと、すぐに言い出す。若いふぬけ警官も多いらしく。なら、なぜ警察官のような、過酷で激務な職業を選んだのかと聞くと、公務員で安定しているからという意見が多いです。こういった輩たちは、残念なことに、小鳥と同じ、Z 世代に多く、正直、こういう寝言をわめき、権利ばかり主張する、ポンコツ警官が増えると思うと、日本の治安は、本当に大丈夫なのかとすら、心配になると同時に、小鳥の同年代に多いということに、苛立ちしか感じません。亡くなられた、妹明警部のご冥福を、心よりお祈りします。そして、こういった悲しい事件が、二度と起こらないことを、切に願います。小鳥のお部屋、事件ファイル。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。